35番清武寺から降りるときにパンクをしてしまいました。おかげで、事故にもならずに今ジャフを呼んでるところなんですが、1時間後に来るということ、まあ、おかげさまっていたことですね。これから松山へ帰ろうとしていた矢先ですけど、まあ昼の1時半ぐらいの事故だったので、まあ良かったです。でこの前の削ったところが、松山の大山寺の、駐車するところで、削ってしまいました。運転があまり上手じゃないのでこんな事故ばかりして起こります。なんとなくこのすぐ真ん前で一応車を止めて、ジャフを待ってます。もうすぐ下のふもとなんですけどね、自分でできればいいんですけどなかなかできない。皆さんもどうぞ車の運転には気をつけてください。ちょっとしたところでこうタイヤが当たって破けたりします。安全運転で無事に帰れますように。あとは祈るばかりです。